じゃあ続いての方、1分間どうぞ。どうも、バーヤマのジュンです。よろしくお願いします。僕もやりたい人を1人もう決まってて、コウシ君やろうよ。やろうよ。あの、彼ですね、ヤーマン入って3日で飛んじゃったんですよ。3日で飛んじゃって、僕辞めたの気づいてなかったんですけど、気づいたら TikTok の画面で出てきて、で、ちょっと、僕ちょっと一回詰めたんですよね。詰めた時に、喧嘩しようよって話したら、僕、格闘技してるんで喧嘩できませんって言ったじゃないですか。この場借りてやりましょうよ。お、はい、まあなんか店長やられているみたいなんですけど、PV にも出てない、まあ、全部裏、もうやっぱもうこういうとこに出ても意味ないかなと思って、もう一回自分が出て、店長ぶっ倒して、もう一回バズろうかなと思ってます。はい、いいよ。負けたらヤーマンあげちゃおうかな。あなるほどなるほどなるほど、お願いします。じゃあそのまま自己紹介ともしあれば、はい、1分間どうぞ。今北九州市でバーテンさせてもらってます、コウシです。まあ、こういうことなんで、もうこの人しかいないかなと思って出させてもらいました。じゃあもうそこ、あの試合候補ということで確定で大丈夫ですか。じゃあ、はい、確定で。いいね、陰天か、陰天かの方がいいよ。本家だよ。明日飛ぶかもしれん。どうも、山田純です。おい、山田、公式ビビって山田からの資格準備てますよ、大丈夫です。お話しますので、よろしくお願いします。山田純、なんかいつもね、ペコペコしてあれしったけど、これでもう一回バズるんで、もうバチコ行くぞ、言ってください。はい、来ました、インテント対決だそうです。同じ角度の写真やった。それが青コーナー、コーチ選手の入場です。ジーコークさん、どこにでもおるやん。みんなのセコンドショー。そ、続いて赤コーナー、ヤーマン純選手の入場です。これはバーヤーマンを飛んだ人と今や店長の戦いになるそうです。まあ、はい、めちゃくちゃ因縁あるよ。はい、どっちもありますね。いいねこれ、負けたら坊主だそうです。負けたら坊主ね、はい、負けたら坊主だそうです。かわいい。はい、飛んだ店長と今の店長の戦いになります。でも確実に飛んだ方が悪いけど。まあ、でも、いやでも飛んだ方が勝ったら、それは正義、それはもう正しい飛びだったっ。ちなみに飛んでるのがあの甲子さん側です。あ、はい、で現店長がこちら側です。あ、でも飛んだ側の方がキレて出すよ。そうですね。だね、飛んでなんであんな顔できるんだろうって。さあ、それでは第5試合お願い、両選手準備はいいでしょうか。それでは2分間キックボクシングレイレイファイト。いけ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 、わー、ブレイク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 、キックボクシングレイレイです。寝技ありましたです。最後ファイト。いや、いいっすね、やっぱバチ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 、どの試合も激しく打ち合い激しい激しい、ブレイク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 、いいですね。さあ、ファイッ。いや、すば、いや、いいっすね、いいっすね。でも足も出てます。いいパンチ当たった。いや、いい、今のはいい。やっぱ現店長、怒りのパンチが炸裂してますね。飛んだやつを許さない。絶対に許さない。絶対許さない。正義のパンチが。なんでそんなに喧嘩強い。いや、なんか福岡の。なんでだ。福岡の、やっぱ体育の授業で習うから。福岡で。こんな。バーの店員同士の戦いと思えんぐらいの、いやー、いいですね、強烈強烈、これが福岡のバーです。はい、皆さん気をつけてください。はい、ヤーマンで騒ぎ起こしたらこうなりますよ。いや、てか福岡のバーで騒ぎ起こしたらこうなります。やってやってやって、最後ファイ。いいよ、お互い体力切れてきたか、切れてきたか、やばいやばい、
引きずって店長が一瞬引きずったっすよ。確かにバーバーに多分体力はなさそうだ。いいよ。やっぱ昔君とかヤンキーっぽいですけど、やっぱ現店長もガンガン戦ってるっていうのが立場というものがありますか。やっぱ確かに立場があります。お店を背負った戦いですから。おおおいいよ、負けられない。あー、いい、いける、どうだ。あ、どっちも。さあ、こっからは気合の勝負になってくるっすよ。いやめちゃくちゃきついっすよ。気合の勝負、あと10秒あと10 秒。お互い体力切れてきてる。体力切れてきてる。やっぱり現店長のジャスティスパンチが、ジャスティスキックが入ります。ジャスティスです。いやでもジャスティス店長、毎日お酒飲んでるとは思えないぐらいの動きでしたね。すごいすごいな。気合がすごい。どの試合もバチバチなのがいいね。いや間違いない。なんかお互いこう見合ったりしなくてもう考えてるのがいいですね。やっぱどの試合もやっぱブレイクは守られないですね。素晴らしいですね。さあ今の試合にジャッジをつけていただいたんですか、審査員大丈夫ですか。それでは第5試合レディージャッジ、赤勝者現店長ヤマキューロードレッツ。やっぱり飛ぶのは良くなかったんですね。じゃあ飛んだ選手からちょっと、飛んだ選手、飛んだコーチ選手からちょっと一言を。はい、はい、これもう一回新人からやるんですか。またバイトから時給500円ぐらいから始めました。下っ端から。オーディションではあんな煽ってたんですけど、ちゃんと尊敬してる先輩なのでこれからも仲良くさせてください。その代わり俺よりバズってください。もう一回。それでは勝った現店長ヤーマン潤さん、本物のヤーマンは俺たちやろ。イエーイ。まああんま許してないですけど、まあ大人なんで。あ、許してなかったね。はい。まあでもうすうすこっち側見て気づいた。はい。許してない。あ、どうぞどうぞ。まあ大人の対応します。ありがとうございました。両選手に大きな拍手。コース選手、ヤーマンへの復帰はまだ長い道のりになりそうですね。いい試合でしたね。しかもやっぱ因縁があるのが見てて面白いですね。はい、あとやっぱ試合あんまり関係ないというか内容とはあれなんですけど、太鼓いいですね。太鼓いいですね。ドンみたいな。あの福岡っぽくていいですね。生なのがいいですね。あれ太鼓ずっと使いましょう。あれ使いましょう。はい、はい、はい、これからの採用で。太鼓めちゃくちゃ。さあ、あの太鼓叩いてる人めっちゃ強そうなんですよね。腕めちゃくちゃ太いですよ、あの人。あの人めちゃくちゃ太いんですよ。あの北斗の拳で見たことある。 あるな、うん、あんな太い術を俺戦国バサラとかでしか見たことない。武将がつけてた。確かに姫島行明みたいな。彼がもしかしたら一番強い説があるか。赤坂どっちか。赤坂思考の領域だ。